見える開花メルマガ、こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。今日のテーマは量子力学で運命は変えられるのかというお話です。読者の方からご質問いただきました。今日はですね、2月1日、あさってが節分ですね。で、明日がですね、いよいよ私たちが待ちに待った第1回開花フォーラムということでですね、いろいろとこうどんどん人生を変えていった方々のお話に入っていきます。その準備に入っておりまして、非常にですね、スタッフともどもワクワクしています。では早速今日の説明に入っていきます。画面の共有に入ります。こちらです。量子力学で運命は変わるのというところです。読者の方からご質問をいただきました。量子力学は運命も変えられるのでしょうか、それとも量子力学に出会え、そこで大切なことを学ぶこと自体もその人の運命の一部なのか。例えば遺伝でなると言われている病気、家系で親と同じ病気になると言われている場合、同じ病になることで大切なメッセージがあるとか、それに気づいたことで病が消えるというのは量子力学で説明できそうです。しかしこれも運命にすべて入るとも考えられます。病気はすべて何かメッセージに気づかず、普通にお亡くなりになる方は、これは運命だから仕方ないと考えるでしょう。メッセージの存在すら知らないままだと思います。このあたりがなかなか整理できません。教えてくださると助かります。というご質問です。で、実際にどういう考え方をすればいいか。量子力学で運命って変わるんでしょうかというところですが、そこがですね、少し考え方がですね、この量子力学っていうのは運命を変えていくものというよりはですね、何かというと、量子力学っていうのは仕組みを説明する学問です。なので、量子力学自体が運命を変えるわけではありません。で、量子力学って何か、量子力学が直してるわけでもなくて、運命を変えてるわけでもありません。世の中で奇跡とかそんなのありえないみたいな出来事も量子力学側から見ればちゃんと説明がつくというだけでですね、量子力学が運命を変えているわけではありません。仕組みがわかるので運命現象を動かせているというのが、量子力学側から見ると、意味がわかるというところです。例えば具体的にですね、水に潜りますと。水に潜るときにスキューバとかの道具が全くなくてですね、目つぶって鼻つまんでボコボコと潜りますと。そうすると何も見えないし、1分持つかな持たないかなみたいにもう苦しいと。ですが、ここで道具を生かすと。スキューバの機材を背負ってですね、酸素を吸いながら水中に潜って熱帯魚を見ながら過ごすとですね、非常にこのお母さんのお腹の中にいるようなんですね、体内にいるようなすごい浮かんでる気持ちのいい、心地のいい状態、快適な状態です。同じ水中なのに道具がないともう苦しくて先がわからない。だけど道具があるとこうすごくこう快適に過ごせるという違いわかりますよね。で、何かというと、このスキューバーの機材、スキューバーの機材がですね、量子力学という感覚です。で、なので同じ水中にいてもこの機材があればすごく快適だと。なので水をどかしたわけではなくて、環境が変わっているわけではなくて、私たちのこう見方が変わっただけだという感じです。なので、運命が変わったわけではないと。ただ、どこから見るか、視点が変わった、視座が変わったと。で、量子力学でいうと、周波数帯側から見る、波の方から見るのかっていうので変わっただけですよ。で、波の方で見ていくとですね、例えば、このある人が世の中の仕組みを分からずにですね、周りのせいにしてもう全部嫌だ嫌だ嫌だという一番下のパラレルワールドにいたとしますと、そうするとこの人の運命がですね、ずっとこの状態ではもうあの人のせい、この社長のせいとかですね、お店のせいとか全部人のせいにしてると、そうするとずっとこのパラレルワールドにいるので毎回こう運命が変わりませんと。だけどこの仕組みが分かって、あ、自分が出してる波が変わっていけば現象変わってくると。自分が出したフォトンでですね、このゼロポイントフィールドだったり、自分自身の体内のゼロポイントフィールドにですね、瞬間意識をダラララララとぶつけてますと。で、そのぶつけている素粒子によって現象、物質化現象を起こしていくので、自分が大丈夫とか嬉しいとかありがたいなっていうものをいつも出していればですね、このようにですね、トン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 と登ってきますと。
そうすると外から見るとなんかあの人すごい運命変わったみたいに、そう外から見るとそう見えると。ただ仕組み的には自分が出している周波数が変わってくると、そうすると現象が動くよってことを知ってるというのが量子力学側から見た見方で、素粒子をぶつけて物質化現象を起こしていく、もののそもそもの本来が素粒子でできているっていうところが、量子力学の考えです。なので量子力学が運命を変えていくわけではありません。ではまとめます。と、環境を変えても運命は変わらないと。水の中じゃなくて自分がですね、ずっと目つぶったままだと外にでも同じだと見えないと。で、自分自身の在り方が変わると。そうすると現象の捉え方が変わり、物質化現象、自分が出している周波数も変わるので、どんどん変わってきます。その時周りから見るとすごいなんか運命変わったというふうに見えるかもしれません。なんですね。なので本日はですね、量子力学で運命は変わるのかというところですが、量子力学が変えてるわけではなくて、量子力学側からの見方でですね、世の中を見てみれば自分自身の体も旦那さんとか奥さんとかですね、家族との関係もどんどん動いてきます。で、量子力学で病気が治るかというと、その部分はですね、この量子力学が治してるわけではなくて、人間関係とか社会に出たくないとかですね、そういった、ある意味ネガティブ的な意識で物質化病気という物質化現象を起こしていらっしゃる方もいらっしゃいます。その人がですね、あ、自分生きやすいんだと、幸せなんだというふうに気づいてですね、自己免疫力が上がってきて、で自分の細胞がどんどんいい細胞を作り始めてですね、病気が治られるという方もいらっしゃいますし、ご病気のままずっと人生を終わられて意味を持って亡くなりになられる方もいらっしゃいます。でその方はですね、本当にこのご病気を通して周りの方から愛を出させていただくとか、自分自身がその病気の中でも何かこうメッセージを残していくといった意味で、ご病気のままいらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。なので、量子力学だから絶対病気が治るというかどうかは分かりません。でただあり方が変わると、そのもしかしてずっとご病気かもしれませんが、そのご病気の状態でも痛いけど辛いけど幸せを感じられるかもしれないというところです。なので量子力学が運命を変えるというよりはですね、見方、生き方、あり方が変わると、それを見て運命が変わったというふうに見えるかもしれないし、この量子力学に出会ってどんどん考え方が変わって人生が上昇していくというふうなところがもう全部これ運命で仕組まれてますよというふうに見れば、運命が変わってないとも言えます。ですので、運命を変えていこうとかということよりはですね、私たちがいかにこう日頃の日常生活のあり方をですね、愛とか感謝の状態で生きていくこと、周りとのつながり感でですね、何か対応していくときに愛で対応していくということをしていっていただければ、自分の瞬間瞬間の人生がいつも一番愛感謝でいることが一番上のパラレルワールドですねにいることになりますので、運命変えようと思ってるとずっと運命が変わらない状態にいるので、いつもありがたいなと、嬉しいなと、幸せだなと、周りに対しても喜びを与えていくというふうな生き方をしていっていただければと思います。では、明日ですね、思いっきり楽しんでいきます。皆さんもですね、最高素晴らしい2月を過ごしていきましょう。では